キーの思い出というと、私は大学時代に遡るんですけれども、あの雪山でスキーラジオ、 なんていうの、あの雪山 DJ のっていうのかな、をした経験があるんですよ。そうなんです。あのよくねスキー場で音楽がかかっているじゃないですか。でこう何かお話も流れてくるじゃないですか、ラジオで。それをこう体験させていただくっていう経験があってですね、自分たちであの好きな曲をかけて、でそのラジオの構成も考えてみんなでトークしていたんですけれど、私ね後輩の子とペアを組んで2人1組でやったんですね。で後輩の子があの曲を考えてくれたんです。あの冬のラブソングをかけようっていうことになって、メアリーミーだったかな、かけたの雪山であ、そうです、あそう、広瀬香美さんかと迷ったんですけれども、結構人気の曲だったので、そこは他のグループにたくさん取られていて、そうで流しましたね。なんか雪山であのどういうシーンでどういう恋をしたいかみたいな、そういう女子トーク妄想話をねしていた気がします。はい、その後輩ちゃんがすごく面白い子で、たくさん考えてくれて楽しくやってましたねはい、まあよくね雪山マジックっていうじゃないですか、なんていうのあれなんとかマジックってほらありますよねあれをイメージね、ちょっとこう白く反射して可愛く見えるって、あ、なんていうのあれ、あ、ゲレンデマジック、そうだ、ね、雪山マジックとか言っちゃったけれど、ゲレンデマジック、はい、あるんですかあれあります、どうなんだろう、あんまり、はい、女の子で女子大だったので、もう女の子で行ってワイワイ騒いでいたんで、そんなにマジックマジックしていなかったんですけれども、男性かっこよく見えるのかな、どうなのかなあ、かっこよく滑っている人は確かにキャーって言ってましたね、ヒューヒュー、そういうこと、そういうことか、そういうことにしときましょう、はい照り返しがあるんだね、うんまあそんなね、はい、シーズンにもなっておりますし、ぜひお天気アプリからスキースノボチャンネルなども確認してね、行かれる方はお天気もチェックしていただきたいなと思います。